こんにちは。アマゾン室サポーター、堀秀夫です。オーストラリア、アマゾン出は稼げます。凡人でも、大した努力もせず稼げる副業。オーストラリアアマゾンを使ったエステビジです。こちらはアマゾンの売上報告。去年の年末に会員の皆さんに提出していただいた売上のキャプチャーです。これアメリカアマゾンのキャプチャーなんでね、34,454ドル。約380万円。 あるいは22,157ドル、15,39ドル、7,669ドル、6,828ドルと、こういった会員さんの売上実績。まあ利益は売上の30%前後ですので、まあ、先ほどの380万の会員さんだと約120万弱が、毎月 Amazon 輸出で稼げている金額ということになります。まあ、どんな人がこれだけの売上を上げているか。 ま、一人で、マイペースで稼いでいます。英語が苦手な人が多いです。パソコンも苦手な人が多いです。サポートを受ければ、あなたも同じように稼げます。アマゾンを使った輸出ビジネスは稼げます。日本に生まれたのに、アマゾン輸出をしないのは損です。そして、いつ始めるかが重要。始めるのは、今すぐに始めるのがおすすめです。成長の早いアマゾン。 遅れてスタートすると先行者に追いつくのは難しいです。アマゾン出に取り組むのは上りエスカレーターに乗るようなものです。成長し続けているアマゾン出を始めればアマゾンと共に成長します。これから一番稼ぎやすくなるのはオーストラリアアマゾン。日本製品はオーストラリアで高く売れます。なぜオーストラリアアマゾンがおすすめなのか。1992年から 27年間、後継期続きのオーストラリア。人口も増えています。オーストラリアの人口は先進国中で最も増加している。まあ、成長率、人口増加、ともに日本と正反対です。アマゾンを使って稼ぐというとね、日本のアマゾンで売る輸入ビジネス、あるいは日本の転売をしている方もいますけど、アマゾンを使っても輸入ビジネスでは稼げないです。 私もはじめは輸入ビジネスに取り組みました。しかし、景気低迷が30年続く日本で稼ぐのは至難の業です。さらに、日本人は品質だけでなく、価格、包装、梱包、配送日数、正確さ、アフターサービス、すべての要求が厳しいです。アメリカでは新品で通用する商品が、日本では中古どころかゴミとしての価値しかない。そんな残念な体験もしました。 また、輸入ビジネスや、せぞりで稼げなくて、宿泊していた人に、アマゾン出を進めて、稼げない副業から、稼げる本業に変化して、会社の社長になった会員さんも何人もいます。世界最高の仕入れ場所、それは日本。良いものでも安く売らないといけない日本は稼ぎにくい。しかし、逆に言うと、仕入れ場所としては日本は最高です。何しろ、30年間、物価がほぼ変わっていない国は珍しいです。 私の世界旅行も最初は良い商品の仕入れ先を探す旅でした。しかし今や日本ほど仕入れに適した国はありません。これは世界50都市以上回って強く実感しています。例えば、シドニー土産。シドニー土産は私は日本で購入します。まあ意味不明なんですけど、まあ私はオーストラリアワインは日本で買います。なぜなら日本の方が安く買える。 重いワインを日本まで運んだ方が、オーストラリアで売るより安いと。まあ、一えに、家賃と人件費が、オーストラリアと日本では全然違うということなんですけど、まあ、どういった、え金額になっているかというと、まあ、私の好きな、デザートワイン、ノーブルワンというワインがあります。これはオーストラリアでは29.99ドルで売ってます。日本では2480円です。あ、2480円です。税込みで2678円。 ニュージーランドのワイン、オーストラリアでは36.99ドルで売ってます。日本では2780円。なんと、日本のが安い。そして、日本だと5700円。この日本のワインを買うと、この日本、このワイン、オーストラリアワインとニュージーランドワイン、合わせて日本買うと5700円超えますので、送料無料で自宅まで届けてくれると。まあ、オーストラリアで買うと、日本へ持ち帰るのも大変。 しかし日本で買うと安く買えて送料無料で自宅に着くと。これ生産国より安くワインが買える国は日本だけです。フランス産ワインもパリで買うより日本で買った方が安いです。輸入ワインは生産国の3倍から10倍で売ってるのが世界中の普通なんですけど、まあ、日本の場合は特殊。なんと生産国より安く売ってることが多々あると。というより基本的に生産国と同じかより安く売ってます。 海外旅行をすると日本の物価の安さをじ実感します。物価の安い日本には儲かる商品がいくらでもあります。例えば100円ショップダイソーで買った商品が何倍もの値段で売れています。くっきり二重まぶたにするアイテープ。粘土。ありふれた100円ショップの商品でもこれだけ高く売れます。ベイブレードも高く売れています。 オーストラリア市場で日本製品を販売するのがどれほど魅力的かはオーストラリアイーベイでの制約状況をチェックします。炊飯ジャーも高く売れています。今3種類載せましたけどね。15,230円で買って379.99 37ドルとか、25,490円で買って629ドルで販売とか、まあ、高く売れてます。またヘアアイロンも高く売れてます。 ソニーのワイヤレスコントローラーも高く売れてます。コピックも高く売れてます。タミヤのプラモデル、ミカサも高く売れてます。プラモデルのパーツ、タミヤのプラモデルのパーツ、オートバイのトカティのパーツですね。とても高く売れてます。セガの家庭用プラネタリウム、ホームスターも高く売れてます。お菓子のジャガポックルも高く売れてます。 サントリーのウイスキー、響きも高く売れてます。このように高く売れる日本商品はいくらでもあります。さらに、オーストラリアの市場規模は日本人が想像するよりはるかに大きいです。12月26日、ボクシング出開けのバーゲンの売り上げ、なんと1日で2000億円です。日本で一番大きなデパート、三越伊勢丹の2ヶ月分の売り上げを1日で上げるということになります。 そして、オーストラリアアマゾンは、3年後の2022年には、オーストラリア第6位の小売業者になると予想されています。その売り上げは7兆8000億円。日本アマゾンの7倍の売り上げです。オーストラリアアマゾン輸出をやってみようと思っているなら、今すぐに始めた方がいいです。今すぐにオーストラリアアマゾン輸出を始めるべき3つの理由。1つ、アマゾンは実績重視。新参者に厳しいシステムです。 始めるのは早ければ早いほどいいです。取引実績がたくさんある出品者とバッティングした場合は、新規出品者は売れない仕組みになっています。二つ。アメリカアマゾンでは販売できなくなった商品。アメリカアマゾンでは儲からなくなった商品。オーストラリアアマゾンなら販売できます。儲かります。三つ。初めの頃は間違いにも寛大。多めに見てもらいます。 今からオーストラリアアマゾン輸出を開始すれば慣れてくるに従ってどんどん売れやすくなっていきます7月の15日にオーストラリアアマゾン2回目のプライムデーが開催されましたオーストラリアアマゾンに広告が導入されましたシステムもだんだん良くなってきて利用者も増えてきています3年後には日本アマゾンの7倍の規模になります今すぐに始めれば大した努力もせずに稼げます